それではですね、国がやった詳細調査以外のところでもですね、かなり高い汚染状況が計測されています。で、何よりもですね、この10月8日の説明会の場でですね、住民たちが口々にですね、渡り全域での再調査というものを要請しています。で、これを踏まえてぜひもう一度その、お答えいただきたいんですが、いかがでしょうか。再調査は、やっていただけないものでしょうか。支援チームの茶屋です。はい、そこで、まさにですね、その福島市の今除染の計画の中で、その渡り地区についてはかなり重点的な地域として、除染の方を全世帯の方向で考えておられるというふうに、そういう今計画をお作りだというふうに理解しております。従いまして、で当然除染を行いますときには、その前後にですね、より広めのモニタリングということはおそらくできるのではないかと思っております。ただ大波も今着手しようと思ったら業者の関係で、まだすぐに動けない状態で聞いています。で、大波で何ヶ月か数ヶ月をすると、でただ同じやり方で渡りをやると、世帯数でも200倍ということで、ただその仮置き場の問題等もありまして、いつ始められるのかというのも結局は不明であって、いつ終わるのかっていうと本当にもう全く不明な状態で、それに対して、とりあえずその特定避難勧奨地点、避難に関わる、詳細調査については、今すぐでもやってほしいというのがその住民の説明会の要請だったと思うんですけども、それについてはいかがでしょうか。その大規模な除染自身がおっしゃられるように、確かになかなか準備はですね、難しいところ、特におっしゃられる仮置きの問題というのは、仮置き場所を見つけてくるというのは一つ大変なことになります。除染いつ始まるんですか。単にこれがまさに除染を始めるには、除染して除去したものを置く場所というのが分かった上で、それを決めた上で除染を行わなければなりません。住民たちが求めているのは今すぐのその詳細調査なんですか。それは待たなくちゃいけないということですか。はい、除染の方にまず除染を進めるということに今市の方はですね、もう一度言いますけれども、この要請は、要するに今回行われた詳細調査が、自動車サーベイで、高いところだというので、渡りでいうと、10分の1の世帯しか測られていないと、ところが実際には、その区域以外で高い線量がたくさんありますというのが、もう地元の方の、もう皆さんの、玄関ですから、測り方についても玄関と庭先だけで本当に高いところは本当にいっぱいあるのに測ってくれてないという、要するに今回の詳細測定に対してその測り方に問題があるという提起をされているんですね。ですから、その除染云々っていうのもいつになるかわからない状態ですので、今回の測定についてきちんとやり直しができないかと。要請になっていると思うんですけど、それについていかがでしょうか。今その市のこの問題に当たっておられる方たちの日本の資源、まずはその除染の計画を進めていくということにやっていきたいということが、市のものなんですが、またそのまさに選択の説明会の時に市の方からは皆さん方の町内会等に、放射線計測器の貸し出しと行って、ごめんなさい、話を中断して申し訳ない、渡りから来た中でと言いますが、お話がね、どうもおかしいんだな。茶山さんに市の代弁者としてここで説明してくださいね、誰もお願いしてないんですね。で、女性は分かった、女性の前後で測定するのは分かった。そうじゃなくって、国が行った詳細調査に問題ありという、そういうことを言ってるんですよ。今回もそうなんです。なんで、モデル地区として除染やった後に国が測りに来るんだとか、あるいは測る場所についても今言われたけれども問題があるんだと、場所も限定的だと、もう一回国が詳細調査をやり直せと。除染のことは市と話し合います、もう結構。国の詳細調査をやり直す気はないのかと、こういうことを聞いてます。今国としても今考えております時点ことといいましては、まずこの地区についてはそういうその除染計画の方を急いでいくということが今考えていることでございます。ということは、これも言われたんだわ。
今回あの2件だけ、にじみにしめて超えそうなところがあったと、これについては指定を見送ってこれから除染をやると、その後もう一回測って検討するっていうんですよ。これずるでしょう、違いますか。いいですか、私が言いたいのは、じゃあこれが許されるんだったらば、うちは避難監視地点にしてほしいから、庭の真ん中に土を集めて測ってくれって、これありなんですか。同じことでしょ、何も手を加える前に、おそらくまたそこを除染しましょうということをご相談するんだと。除染の話じゃなくて避難の指定の話としてやったわけでしょ、詳細調査って。違うんですか、除染のためにやったんですか、国は。放射線の放射線防護上万全を期すということのためが、これが一番の政策のもとです。ですから高いところがあればそれは下げていくというのも一つの考え方だと思っております。もちろんそれはそうですよ。もちろん看過しえないほどの、その例えばということがあれば避難するという話のことはあるでしょう。あるの、市の占領系っておっしゃったでしょ。市の占領系おっしゃいました、今茶山さんね、おっしゃいました。市の占領系借りて測るでしょ、何箇所もあるの、いっぱい抗線量のところが、それが実態なんです。これすいません、まあ、横からちょっとあれですけれども、先ほどなんか示していただいたモニタリングのデータですけど、確かに抗線量のところはあるんですけど、これ結構1センチメートルというところの測定になっています。一部それ1メートルっていうのが基準になってるんですが、1メートル、なぜ1メートル、それがまずおかしいなと。実はさっき我々がマップで示したエリアっていうのは、これ詳細調査されてない場所なんですね。そこの庭先で実質僕もサーベイメーターをお借りして測定したんですけども、確かに1センチだからです。でもそれで30マイクロシーベルトを振り切ってしまう、これはよくよくされる質問かと思うんですけど、これでも安全ですか。でも先日現地対策本部の佐藤さんは、安心して暮らしてもらって結構ですというお話されています。どうやって安心するんですか、僕たち。そこはおじいちゃんが小さいお孫さんがいらっしゃって、おじいちゃんが避難先今でも一生懸命探してます。そこに孫を置けますか、そこに子供生活させれますか。ですいません、もう一つ、ちょっとすいません、感情的に申し訳ないです。でもう一つ言わせていただくと、女性当然ありきだと思っております。これは女性は一生懸命やらなきゃいけないものだと私は思っています。ただ放射能という汚れを東京電力さんが我々の渡りに、これは振りまいて汚したんです。これは事実ですよね。そうだ。でじゃあ皆さんのこのスーツが汚れました、じゃあ服を着たままドライクリーニング入ってください、そういうことなんですよ。今言われてるっていうのは、まず脱いで、でまずなあの、ね、服を脱いで、それからクリーニングじゃないですか。だったら除染の間、やっぱり人間は子供たちが避難をして、その間に除染じゃないでしょうか。避難区域として指定するか否かの詳細調査について問題ありというふうに住民から言われたことについてちゃんと答えてください。国は何ら問題なしと考えたというんだったら、そう堂々と言ってください。ですからこの地域につきまして、よりまずその除染の方を信頼しても協力して進めていきたい。ちゃんと調査しろ。まず詳細調査のやり直しについて行えないのはなぜなんでしょうか。皆さんのそのご要望の強いところは、おそらく現地対策本部も先日受け止まっておることだと思いますし、また今日もその皆さんのご要望が強いということについては、またそこは現地対策本部なりともちょっと相談をして、10月8日の説明会から20日経っていますよね。調査ですよね。仕事しろ。決めてくださいよ。現地対策本部は東京本部に聞くというふうに言っていましたよ。お答えください。今のところ我々が相談しておるのは、この地域についてそういう除染の方を進めていくということをやります。質問はね、測定除染っていうのはなぜ測定できない理由に聞こえるんだけれども、なぜ測定できないんですか、その話です。一言でいいです。一言でいいです。なぜ測定ができないのか、これまでの詳細調査まで至るにあたって、我々も自動車サーベイから始めて、詳細調査を場所をちゃんと選定してやっていくと、そういったステップステップで踏んできて、今ここまで来ているわけで、そのプロセスの中でですね、一
応、まあ、我々が見た感じでは、あの除染を優先する方が先だというふうな。先ほどの原子力安全委員会の方はですね、あの放射能防護の、住民参加の重要性についておっしゃいました。避難についても防護についても住民ありきじゃないと嘘だと思います。住民の方々がここまで強く要請しているのに詳細調査を実施できない理由っていうのが私にはどうしても納得いかないんですが、いかがでしょうか。皆さんの声が強かったということで、まあ、そのこと話については、その今まさにそういうあの皆様のご意見も聞いていたというような指摘も。質問に答えるいつ、いつお答えをいただけるんでしょうか。もうすでに20日経っているんですが、説明会から。だから現時点での我々の考えて相談した結果といいますのが、やはり除染の準備を進めることに、まあ、力尽くしていこうということであります。調査の方が簡単でしょ、除染よりも。除染の準備というのは渡りの住民に仮置き場を受け入れろって話ですよね。だから除染の話はこれきっとやりますよ。なんで除染が終わるまで詳細調査はできないのかと聞いてるんです、国が。普通に考えておかしいと思われませんかね。10分の1の世帯しか詳細調査をやっていないと。で残り10分の9でも今住民の方々がおっしゃっているように1メートル高でも、十分高い値が出ていると。でそれに対して不安を感じていると、調査をやり直してください。調査ですよ。 そのことを拒む理由がありますか。自信がない。それで皆様方からまた強くそこについてお求めのことが再考を促すことがあったので、それについて、まあ、皆様方の気持ちがそうであったということを踏まえて、まあ、当然これをやることにつきましては、まあ、その現地の方とも相談をしなきゃいけませんので、それでお返事をいついただけるんでしょうか。お返事をいついただけるという返事をこれまでちょっと検討してきて、皆様のお気持ちとはちょっと違った形での検討結果になっております。でこれでさらにじゃあ皆様がおそらくお求めになっておられる方向でっていうようなことを考えるのは多分今までちょっと難しかったわけでありますから、それで少しそこは相談してみないとわからないところは。すみません、すみません、ちょっとこれまで相談してきた、すみません、国は子どもたちを守るつもりありますか、それとも東京電力さんを守るつもりがあるんですか。放射線防護にしっかりと取り組んでいきたいと思います。どっちなの。すいません、除染って言いますけども、本当に意味ある除染をしているんでしょうか。私たちは本当に渡りに住んでいますけども、本当に除染といっても今渡り地区で除染しましたけども、でもその泥を上げて空間線量が高くなって、そこを凍結をまた子どもたちがしているんです。本当に線量が下がりません。除染した後は少しは線量は下がるかもしれませんけども、でもその汚れたものがもうその空間線量の中に入っているので、本当にその中を凍結をしているんです。本当に子どもたちの命、本当にたった一人の命だって私は大切だと思うんです。だから本当に子どものことを思って考えてほしいんです。本当に自分たちの仕事、それも大切かもしれません。
でも私たちは本当にたった一人の命でさえ大切だと思います。どうかお願いします。考えてください。じゃ あの相談をして決める、どなたを相談していつ決めるのか、やっぱ今言ってくださいよ。まあ、ここでちょっと今いろいろとご指導を受けてますけど、これまでもそうですけど、またそういったご要望があればちゃんとまた手続きを経ていただきたいと思います。何ですか、要望分かってるじゃん最初から。皆さん皆さん回答を求めているんです。でいつまでにお聞かせいただけるかというのはすごく求めているので これについてはですね、ちょっと早急にですね、今日この後ですね、時間を区切ったご回答をお願いします。すいません、ちょっと皆さんというか、金城さんもう調査をするって言ってくださいよ。だって除染をする前提としてだって調査は必要だし、除染をしたことが効果があるかどうかも含めて調査が必要じゃないですか。調査をしない除染っていうのは理解できないですよ。除染するっていうんであれば調査をする、それを紹介しなくしたって渡り地区に関して調査をするの当然じゃないですか。どれだけの放射線量か、それがなんで上司とか相談しなくちゃできないの。皆さんの立場で、だってここに出てきて交渉に合ってるわ、交渉してくれてるわけだから、責任持ってやってくださいよ。先ほど田山から説明しましたように、我々も一つ一つステップを踏んで考えた結果、予選を受けたことじゃなくて、まずいんじゃないかっていうふうにこっちは勘ぐるぐらいおかしいですよ。だとしたらステップなんてへったくれもないですよ。今日やっぱり担当者として女性、私たちも女性が大事じゃないとは言わない。でも女性ありきで調査すらしないことに怒ってるんですよ。だから今日交渉に出てきてくれたっていうことは、これぐらい調査をすることぐらい責任持って今日言ってくださいよ。そうだ、何かを最初から申し上げておりますように、女性も前の段階でもちろん大規模な調査をやることになると思っております。でそのための女性の方がそこで、それは市の方の除染計画とそれらの協力の中でどういう形でやっていくかということは関係で相談をしながらになります。というかですね、分かりました。そしたらね、今日の話で除染の前に調査をする、広範囲な調査をするとおっしゃったでしょ。でそれはじゃあ分かりましたよ、除染する前に広範囲な調査をすると今言ってくれたのでそれは分かりました。でもそれは別に、いつ頃なのかっていうのはどうですか。ですから除染の準備ができればということになります。で、市を、だって除染をする前の調査は別に除染の準備がしなくったって調査すればいいじゃないですか。調査結果を発表すればいいんですよ。別に除染の前提としての調査じゃないんです。調査をしてくれっていうことで、調査をするって今言ってくれたわけだから、いつ頃調査してくれますか。測定してその結果またその具体的な除染の計画に反映させながらということになります。ですから、じゃあ今分かりました。除染のことがかなり具体化した段階でそういうことをやっていくということが、おすごい、除染をいつやるんですか。お答えください。いや、笑わせんな。除染をいつ、除染と調査と除染が無関係とは言わないが、除染をするかどうかと関係なく放射線量が高いと思われるところに関して調査をする必要があるでしょ。今調査をするとおっしゃったわけだから、まず調査して発表してくださいよ。今日プレゼンをしました。でこれは前からすでに県対策本部の方を通じて皆さんにはいろいろ注意を渡っていると思うんですけども、要はその手続きを踏んでこられたっていうんですけども、その、やられてきたことが住民の方の意向としては実態と合ってないと。で実態何が起きているかというと、その、汚染地帯がその点として存在して、世帯として地域すれば地域を指定すればいい、あるいは自動車サーベイで、アスファルト上の線量を測って、それでその結論として山際の部分だけ詳細調査をすればいいと、そういう測定の仕方と結論の出し方が実際の汚染状況に合っていない、その高い汚染地域がスポットとはいえ、それがもう渡り中に点在しているというのは実情です。渡り中に
でそれはもうそこのある世帯だけ指定すればなんとかなるという状態ではなくて、で、国の今のやり方は非常に手作りでやられているとおっしゃったけども、残念ながらそういった実態が把握できるような調査になっていないというのが住民の方がもう自ら図られて得た結論です。それを今日示したわけですので、そういう意味では国がやったその、詳細調査についてぜひやり直しをしてほしい。でそれも早急に今すぐにでも測定ですので、今まで何してたんだあんたら、それをやっていただきたいというのが要請です。何して言ったんだこれ。ですから少なくともちょっと認識が違うのがですね、今日お示しいただきました線量の。でちゃんと高さを示していただいているもの結構ございますけど、やはり高い値を示すのは分かってください。分かってください。でこれについてはね、とにかく事実で反応しなさいよ。土壌汚染が激しくて1センチメートルについてもしっかり測ってくれ。そうよ。1センチメートル線量についてもしっかり測ってください。そういう意味です。で50センチ1メートルでも2マイクロ3マイクロっていう視点はいっぱいあります。金城さん、せっかく茶山課長がですね、検討するとおっしゃってくださっているので交代させないでください。でこのお返事はですね、早急にいただきたいんです。いつお返事をいただけるかということについて。 ですからそこら辺についてはですね、本当は今日スパッと言っていただきたかったんですが、申し訳ないんですが、子どもへの配慮というすごく重要な論点がまだ待ち構えていますので、ちょっとこの不毛なやり取りに時間を潰すのもちょっとよろしくないので、今日中にですね、期限だけでもお答えいただけないものかと思うんですが、いかがでしょうかね。一言お願いします。相談をしていますが、誰相談してやります。誰相談してやりますか。じゃあ今日相談したところの中間的な結果でもいいから今日返事ください。誰に相談する。今日のところの相談結果をください。ご質問はちゃんとした手続きがございますので、それに沿っていただければしっかりと答えたいと思います。よろしくお願いします。何でそんな相談言ってんだよ。ね、さっきから話を聞いてるとこう聞こえてならないんですよ。違えば違うとはっきり言ってほしいですけども、除染の前には詳細な調査をやるだろう。その時は調査をやるが、その準備が整わないんで今はやらないと。まあ、希望は今日聞いたから検討はするけれどもって言うんでしょ。ただ除染の準備とはイコール仮置き場の受け入れだと。渡りの住民が仮置き場を受け入れないという状況がずっとは調査すら延々しないってことに聞こえるんですよ。そうだそうだ。こういう理解でいいですか。まあ、そういうふうに聞こえたら申し訳ないですけども、我々が言ってるのはですが、先ほどから申し上げているように我々はしっかりと車のサーベイとかをやって線量を、まあ、マクロからちゃんとミクロに計測してきてるんですけども、その基準でちゃんと1メートルの線量でと言って。いやだからさ、金城さん、あなたが言うステップっていうのは渡地区が仮置き場を受け入れるっていうことにしか聞こえないんだよ。さっきからステップは今のこの段階に至るまでの車のサーベイや詳細調査のことです。だからもう一回検討するって言ったらもうステップも何もないでしょ。相談してすぐ決めりゃいいじゃん。ここまでのステップちゃんと踏んでやってきたら分かったよ。ここまで今今日要望して再度の再詳細調査というよりは除染の方を優先して取り組むといった方が、それは違うでしょ。茶山さんは詳細調査をこれから検討上に図るって言ったんでしょ。それは今日の皆さんの議論を、まあ、ちゃんと我々も踏まえて、まあ、最後にということになりまして、ただこの際ではやはり科学的にですね、しっかりデータに基づいて我々も議論しますので、そこはちゃんと今の基準は我々が1メートル持っているということは認識いただければというふうに考えています。国のそのはい、じゃあですね、せっかくご検討いただけるというふうに言ってくださったと思ったんですよ。で普通に考えましょう。住民の方々がですね、こうしていらっしゃって国がやった調査には納得できないと、もう一度やってくださいと、自分の位置ぐらいしか計測していませんよねと、それ以外でも高い線量ありますよねって言っているわけですよ。普通に考えてもう一度検討して至急答える必要性をやっぱりお感じになりますよね。ですから そのお答えをいただきたいということなんですよ。調査ですよ。調査したら女性が遅れるんですか。皆さんのお気持ちがね、バックしてるんだよ。
じゃあご検討をしっかりいただけるというふうに受け止まりました。で、後でそのご検討の期日についてもお答えいただけると大変ありがたいです。ということで、すみません、皆さん、子どもへの配慮という重要なポイントに移らせていただいてもよろしいでしょうか。ですね、はい。じゃあ、ですね、子ども妊婦について、非常に私たち懸念しています。で、先ほどのお答えですと、50cm 高2マイクロシーベルト以上だった地点は、渡りで162箇所、小倉地で118箇所、南高台で29箇所であった。でしかしながら、その南相馬市の場合は、3マイクロシーベルト以上、出た地点の近傍において、家族構成なども考慮に入れた参照値として 50cm 高2マイクロを採用したというようなお答えだったと理解しています。ただその私たちの懸念としてはですね、この 50cm 高2マイクロシーベルトパージ越えの、渡り162、小倉地118、南高台の29、指定しないでいいんですかということなんです。プラスその除染については開始時期もまだ目処が立っていない中、その、子ども妊婦に対してこの同じ基準である、ね、20ミリシーベルト、渡りの方々はもっともっと高い線量を計測しているというふうにおっしゃってるわけですよ。この状況を放置していいんですかということを、再度お聞きしたいと思います。でかつですね、私たちの要請としてはその除染の間でもですね、子ども妊婦が優先的に避難できるようなそういった環境を作ってほしい、そのための費用を国が出してほしいというようなことも、要請させていただいております。それについてぜひお答えいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。南相馬のその事例とのその比較ということで今お話がございましたけれども、私ども、特定避難勧奨地点に設定をするのかどうかという、この基準については、20ミリシーベルトを超えるかどうかということで考えてございまして、先ほどお話がありましたこの 2.0 マイクロ、これを超えれば地点として指定をするということにはしてございません。それは南相馬の方に伺った事実は違います。指定された方から伺いましたけれども、南相馬 では50センチメートルで2マイクロシーベルトを超えて、で13、18歳未満 の方がいる、あるいは妊婦の方がいる世帯についてはもうそれで指定を受けられると、で自分もそうやって受けたと皆さんから聞いています。でこの南相馬の基準が、どういう判断材料をもとに、あるいは誰が決めたのかっていうのはこれを教えていただけますでしょうか。繰り返しになり大変申し訳ございません。国としての基準、これは先ほど申し上げましたように1年間で20ミリを超える恐れがあるということでありまして、で今じゃあ話これは何の基準ですか。50センチ20メートルというの市長の裁量ですか。これはまず20を超える恐れがあるところを設定をした、その上でその地点に挟まれるようなところ、ここを、特定避難勧奨地点として設定をするという考えがございまして、でその時に結果として、2.0 になったところ、またそこを間ですとか近傍のところどう採用するのかというところについて、一つの目安として、この2.0という数値を、この地元の、実情なども見ながらですね、考えて、結果的に特定避難勧奨地点の設定につなげていったということでありますので、そこは地元といろいろ地元の事情も考えながら、議論もしていって、そのようにしていたということであります。それはだから、誰が決めたんですか。誰が決めたんですか。責任を、この数字に責任を持つのはどなたですか。国の基準としては、基準といいますか、6月16日にですね、特定避難勧奨地点というものはどういうものなのかという考え方の、はい、そういうペーパーをやりました。もう一度言います。50センチで2マイクロシーベルトっていう数字に責任を負うのはどなたですか。まずすいません、ちょっと
また繰り返しまた怒られちゃうかもしれませんが、だから国の基準は1ミリ、ごめんなさい、20ミリシーズン、いや、すいません、ちょっと勘弁してます。20ミリシーベルトを超えどうするなら、これをまず、まずそこを設定をします。で、それ以外の近傍のところなどを、これは、その実情、地元のですね、この生活の状況なども考えて、このどこを設定するのかというと、言ってるのは、でどなたがそういう判断を下すのかを、どなたが。地元自治体の間で、じゃあどういうふうにこう設定をしていこうか、その近傍についてですね、近傍についてどう設定するかということを考えるときに、先ほど申し上げたように申し上げます。先ほどビデオを見ていただいたように、福島市は、あれは福島市の担当者ですね、の方が言われてました。基準については、市は何も口出しができない、国が全て決めたんだというふうにおっしゃっています。それから南相馬の実例は1件その単独で、2マイクロシーベルトを超えるような指定されているというふうに聞いています。隣に挟まれたところでないと指定されないとは限らない状態で指定されているというふうに聞いています。ですからその隣挟まれているというのは一つの、ある意味分かりやすい事例として先ほど申し上げたわけですが、その先ほどの説明は間違ってたってことが間違えてございません。挟まれているようなところですとか、設定をした場所がありますけれども、そこが生活圏としてそこをよく通るケースとか、またそのこの地点に挟まれているようなケース、こういうのもあるわけです。そういうところについては念のため設定をすると、目的な干渉をしてよろしい、よろしいでしょうか。先ほどからちょっとお話を聞いているとですね、まず住民でありましたり住んでる方、この意見であったり意向というのは反映されないんでしょうか。上田さんね、実際50センチの高さで危険にさらされてる、ね、数値でね 2.0 あるんですよ。南相馬の子供と福島市の子供って子供になんか差があるうちのなんかその子供に抗う力がうちの子は強いもん。地域の意見であったり民意が反映されないってどういうことなんですかね、なぜそこから一方的に被爆するだけ、一方的に被爆するだけ、行政の対応が遅い、あんまりにも遅すぎるからもう国に言うしかないな、そういう形で来てるんですよ。その民意って反映されないんですか。まずそこを聞かせてください。先ほど子供に差があるのかというお話ございましたけれども、当然そんなことはありませんで、私自身だって娘がいますので、その子供の子供の認知事をちゃんと決めてください。ですからその子供さんを持つ方のですね、この本当の不安な気持ちなどというものが、理解をしてるなんて言ったら分かるのかなんて言われちゃうかもしれませんが、そこはどんなに不安かということについては理解をしている、私なりにそういうつもりはあるんですけれども、ただ先ほどこれも繰り返しになるんですが、 2マイクロを超えたからだからみんな指定するんです、福島では指定しません、こういうことじゃないということをご説明をしているわけです。ですから、うちに来て、ね、山を背負って、隣に大きな壁があって挟まれているような状態で、玄関のすぐそばがね、50センチで 4.03 って1箇所出てるんですよ。ね、で、平均4箇所、1メートル四方で4箇所上がったら 2.0 だった。ね、じゃあ状況ちゃんと来て調べてくださいよ、だから。そうだね。ちゃんと見てくださいよ。いや、上さんは分かるでしょ、娘さんいらっしゃるでしょ。うちもね、心配でしょうがねえんだもん、これ。あなたが来ればいいじゃないですか。だから、あくまでも数字っていうのはあくまでも目安の基準であって、まず詳細な調査をしましょうよ。その上で、実際に希望するんであれば、不安に感じるんであれば、特定地域に指定する。そういう考えって、ダメなんでしょうか。皆さん、プライベートで特定地域に置いて、明日、明後日行きなさいよ。これとね、先ほど特定地域の件でおっしゃってましたけども、
あの 地理的に橋だ橋だというようなことをおっしゃってましたね。あのこの渡利地区というのは福島県の行政の中心機関である福島県庁が直線距離でも 1.5 キロぐらいですよ。 1.5 キロもない、1キロもない。 JR の福島駅からも 1.5 キロぐらいです。要は福島県の行政経済中心地、中心地区のお膝元の地域ですからね。地理的に橋だって中心ですよ。我々は渡利地区はちょっと認識が甘すぎると思います。で付け加えるのであれば、あの先ほど地図にございましたが、渡利の中央を通っているこの114号線というのは、これ南高台に通ってるんですけども、これも一大公共事業としてですね、10年以上かけて非常に道路整備をし、トンネルを作って、でそれで南高台という地域に福島市と市の中心部から通した道路ですよ。こういう重要地点なんですよ、重要エリアなんですよ。それを測定もしない、何もしない、で我々の住民、住んでる方の意見も聞いてくれない。これどういうことですか。我々ね、今すぐに買ってほしいんですよ。こういうね、もう議論で出尽くされてます。はい、お答えいただけますでしょうか。今の住民の意向は反映されないのか。測定の話にまたつながってくるんだと思います。ですから、まあ、お気持ちのところは黙りながら、ただ我々の方もこれまでその国なりのやり方でのその進めてきて測って総合を定めた方々の指導されましたけど、それを踏まえた上で今までこうやってそれで、それが必ずしも皆さんの気持ちに全てお答えしてないということはそれはあるかもしれません。そこはまあ今日お気持ちの方ですね、伺ってまいりましたので、またそれについても踏まえながら、そのなかなかちょっとあの私どもですぐ叶える難しいかもしれませんけれども、まあ相談はさせてください。はい、ですね、測定の話とそして測定を踏まえて指定の話は違うと思っているんです。で、あの国の測定であってもですね、あの渡り162をはじめとして非常にたくさんの地点がですね、あの50センチメートル高で2マイクロシーベルトパージを超えているんです。で先ほどはですね、上田市長南相馬市においてでだって2マイクロが出たからといって指定するとは限らないというふうにおっしゃっていたんですが、じゃあ南相馬市は何世帯計測されて何世帯指定されたのかということを後ほどお答えください。でこの渡りの162については、それぞれ検討した結果いずれもその、指定する必要はないということなんでしょうか。その根拠についてもお答えいただきたいと思います。いかがでしょうか。今のご質問についてちょっと我々もあの準備が必要になるかと思いますので、あのこちらの方もですね、しっかりとあのまだ手続きになっていただければ、はい、それからもう一つなんですが、この括弧にですね、渡利地区で50センチメートル高で 5.4 マイクロシーベルトパージを記録した世帯の指定について、先ほど住民の方も自分の庭でも非常に高い線量だとおっしゃっていました。私たちが立ち会ったあるお宅でも4歳のお子さんがいらっしゃるご家庭なのに、庭で6マイクロシーベルトパージ1メートル高ですを記録したところもありました。これはあの、まあ、それは置いときまして、国の調査でも 5.4 マイクロが出て指定をされなかった、なぜかというのが私はちょっと理解できなかったんですが、それについてもお答えいただけますでしょうか。これ先ほどあの上田の方からもご説明しましたけれども、その 5.4 マイクロシーベルトパワーというのはこれ庭の50センチの高さのところで、同じく1メートル高で測りますと 2.2 マイクロシーベルトということになったところです。ですから我々の方先ほどから申しましているように、基準としては1メートル高でやっていますので、その基準を全部これだけの線量の家に住むことができますか。子供を住ますことができますか。そうだ、ちょっといいですか。あの結局ね、福島市内にそういう避難の地点を設定させないという、あのそれで非常に一生懸命になってらっしゃるなというふうに思いますけども、あなたたちがこの避難勧奨地点の設定にあたって6月の16日に文書を出してますね。この文書の中では線量ですよ、20ミリシーベルトを超えるという点については測定すると、端っこだからとかそういうことどこにも書いてないじゃないですか。どうなんですか。どうして端っこだからという理由で外したんですか。それはあなたたちが出している文書からもおかしいんじゃないですか。答えてください。そこに住んでいる方が
の指定をされたとしても、避難をするということはないというふうに。それもおかしいです。それもおかしいです。あのその方はあの避難をしないと言ってるだけですよね。指定を拒否したんですか。違いますよね。違いますよね。それは指定した上で避難するかどうかの選択が次に来るんじゃないですか。先ほど申し上げましたが、あの指定をされたとしてもその避難をすることにはならない。こういう回答を得ていたので、これは先ほどちょっとまた話が戻っちゃうかもしれませんが、だから除染をしっかりとやはり、やらなければいけない。いや、あなたね、おかしいですよ。あなたたちが基礎にしているのはこの6月16日の文書ですよ。で、先ほどからずっと20ミリシーベルト以上ならば指定すると言って、そしたら今はいや住んでる人が避難しないと言ったから指定しなかった。それは逆なんです。まず指定をやるんですよ。そしてそこで当然そのご本人さんが避難をするのかしないのか、それは結論を出されます。そのことと避難地点として指定をするということは全く別のことです。ご住職なんですね。ですから皆さんあのお墓参りに来る方がたくさんいらっしゃいますので、ご自分はそこを去ることはできないと、そういう理由で指定をあのされなくても避難をしないんだと、したくても私は職業を守るために住職のためにしないんだという、そういう理由なんですね。というところをお考えください。してからあの本人たちの判断があるということだと思うんですが、いかがなんでしょう。なんで反対になっているんですか。まず今そのやることとしては、もうとにかく早くこの除染を特定避難干渉地点についてのこちらが出した文書に基づいたあの経過を聞いているわけですので、あのお願いします。きちんとした回答。なんで自分は何もしないっていう答えは、原子力対策本部が出した6月の文書でも、端っこだからとか本人があのいやあの避難はしませんと言った云々が、そのこの地点の指定に左右されないわけですよ。まず地点は20ミリシーベルトという、この基準に達するという、これはあなたたちが決めたことなんです。だからそれをきっちりと守って、まずこの地点に渡り地区には干渉地点があるということをまずはっきりと表明してくださいよ。自分たちが違法なことですよ。まずね、それをやらせましょう。そうでないと子供なんて次にもっとひどいことになっていきます。この人たちが決めた、その決めたことすらこの人たちはやらないわけです。まずこの2地点については避難干渉地点として認めてください。イエスかノーですか。この地元の説明会では時間をかけてご説明、させていただいたというふうに聞いておりますけれども、そういった占領率、ございましたけれども、やはり先ほど上田から説明があったように、地理的な条件とかですね、除染を優先するといったことも総合的に地理的条件が指定の条件になって、どこに書いてあるんですか。ジャイモさん、どこに書いてありますか。6月16日の文書の現実的に今回こういう非常に緊急し臨時避難的に作っておる制度であります。はい、適当という意味ではございませんが、その20ミリシーベルトということを、20ミリシーベルトをそのについて そこ自身に達する達しない、それ自身がいわゆるその白と黒、あるいは安全と危険の分かれ目ではないわけでもあります。で、そのわけで、茶山さん持ってって、じゃあ今日も20ミリについても持って帰って、そこからまず始めてくんないと、これ終わらないんですよ。そこについてはますね、ずっと以前から、そう、例えばそれこそ原子力安全意見を出されております文書にありますけれども、この低線量以下のですね、低線量の方での、リスクについて、
についてははっきり現れない不確かさというものはある。ただその中でもリスクがあると仮定して、ある防護措置の対策を取っていこうと。これが、ICRP あるいはそろそろ取り入れております、放射線関係の規制の一番の一つの目的でございます。だろうよ。で、その中で今こういうその何かあるかわからない中の基準の中で、例えば ICRP がその事故後の対応では20から100と言っておる、その20リスクを取ることです。で、この20から100にですから、それだけ幅のある中で決めておることでございまして、そういう中においてこのそもそも20がだからその当然彼ら ICRP 自身も20から100という幅を持って決め方をしていますよね。今現存被爆状況ですよね。1から20ですよね。1から20の中でと仮にそのように言われれば、1から20の中で少しでも下げていくために除染をしていきたいと、そのためにご協力をしていきたい。分かりました。だから検討いただきたいです。1から20って言ってますけれども、原子力安全委員会も1から20でいいとは言ってない。泣きながらおやめになった方もおられる。 そしてあなたおっしゃったのは4番の質問に関して、ロシアの基準はロシアの基準はとおっしゃった。 EGRR とかいろんな国際機関がある。それが全部私いいとは思いません。だからもう一回日本国としての基準をきちんと数字で示してくれないとダメなんです。これだからちゃんと上に上げていただきたい。これは政府が決めることなんでしょうか。だったら政府に上げていただきたいんです。そこから疑念があるんです。我々おっしゃった通り20ミリ安全だとは思わないって今おっしゃってくれたから、私非常に安心しましたよ。ですが、20を超えたところは特定避難勧奨地点にするんでしょ。そこも20から100の間でいくつだか分かんないの。20以上はするんでしょ。今それが決まって、その20の推定の仕方においても非常に厳しめな、高くなるような計算の方法でやっております。だから20でいいんですよねって。はい、今取っておる数字は20を。そうでしょ。で、20を超えた日程についてなぜ指定しなさい。20を超えたら危険なことになる、20を超えたらというようなことの分かった、そういう論争じゃないんだ今言ってるのは。あなたたちの決めたルールは20を超えたら指定するってルールなんでしょって聞いてるの。20が安全か危険かなっていう学術的な議論をしたいって言ってるんじゃないんです。あなたたちの決めたルールは20を超えたら指定するんでしょって聞いてるんですよ。ですからその6月のペーパーで先ほどお話ありましたけども、20を超える恐れのあるところを指定をするわけですが、その指定をしてこの避難、これのこの支援をしていく、こういう趣旨で、この特定避難勧奨地点というのがあったわけですので、でそれで先ほど お話ししました通り、実際に指定をしたとしても避難をする意思がご意思がないということを、それでだからそう指定したら後の問題でしょ。そういうふうにしてくれって言ってるんですよ。指定をする、ご本人に聞く、希望はない、この方は避難しませんと、これこういうふうに進めてくださいって言ってるんですよ。6月16日にあなたたちが書いた決めたその通りやってもらえばいいんですよ。ここのペーパーには何も個人の判断をどのこの書いてないですよ。20ミリシーベルト以上のところについて県とそれから自治体で相談して、それで指定をするんだって書いてあるわけですよ。個人の判断はその次なんですよ。あなたたちそれ指定する前に個人の判断を聞いてどうするんですか。自分たちが決めたことと全然違うことをやってるじゃないですか。恣意的な運用って言うんですよこれを。そうじゃないですか。恣意的じゃなかったらちゃんと説明しなさいよ。そもそもこの特定避難勧奨地点、この避難をする場合にそれをサポートさせていただく、こういう趣旨、から考え、そして、今回、実際ここの地点の方のご意思、そして地理的な問題、そして占領率としては、ここの地点は 3.0、 そしてその時はみんな聞きました。伊達市で確認したか、事前に確認したかどうかを。すみません、ちょっと今日はその準備投げて。いや、確認したかどうかだけで。準備の話じゃなくて、ごめんなさい、ちょっと金次さん待って。今日調べてきた準備じゃないんだよ。手順を変えたのかっていう話で、伊達市も同じ手順で全部に聞いてやったけど、全員希望したからやったんだと。こういうなら同じ手順でやったっていうふうに言えんだけど、
それをやったのかと聞いてるんですよ。やってないんだろ、手順を変えたんでしょって言ってました。今回はですね、これその制度 その本来の趣旨を踏まえながら、まあ、そのかなり現実的な対応をして、この形に皆さんのご意見はあることもです、ね、今とりあえずこれまでやってきたそういう調整の過程においてはそういう形になる。だからやり方を変えたと、福島市の指定にあたってはこれまでとやり方を変えたということですね。ルールを変えたというより今実際にそういう調整の中でそういう話があったというのは、俺のルールを変えたって言うんだよ。恣意的じゃないという、そういうふうに変えてもよろしいという根拠はどこにあるの。文書を示して。文書先ほど来申し上げておりますけれども、特定避難勧奨地点のこの趣旨を踏まえて、実際にこの地点数が、まあ、2つと少なかったということ、そしてその2つとも 3.0 で 3.1ということで、まあ、20をわずかに超えるという程度だったということで、まず、除染をしっかりとやっていく。ちょっと待った、川内村何件だっけ。これくらい覚えてるでしょう。あっこは同じ手順でやったのかい、福島市と。じゃあ小手先でごまかさないでよ。そうだよ、2件だから全部違うじゃないですか。総合的って言っているのが1個も説明できないじゃないですか。なぜ福島市の場合は今までと違うやり方をしたのか、何一つ説明できてないじゃないですか。総合的っていうならいくつも例挙げられるでしょう。理由が一つも真っ当な理由挙げられないじゃないですか。手順を変えたんでしょ。何に基づいて変えたんですか。その法的根拠はどこにあるんですか、言ってください。ですからそこはこの特定避難勧奨地点 この趣旨を考えて、趣旨を真摯に考えた。趣旨ってのは子供を守ることじゃねえんだ。いいですか、6月16日のこのペーパーには趣旨だけじゃなくてね、仕組みというのが書いてあるんですよ。具体的な仕組み、括弧1からね、括弧4まできちんと書いてあるんですよ。それを守ってないじゃないですか、そう言ってんですよ。趣旨はもう分かってる、趣旨は我々も理解してる。だからどうしてその今回の決め方がね、この1から4のね仕組みに私には合ってないように見えるんだよ。あなたたちが恣意的に変えたように見えるんだよ。そうでないならきちんと説明しなさい。この1から4の仕組みに対してそのお寺の方は避難しないっていうのを聞く、そういう路線は何も入ってないよ。そこはその文章の中で、ということではなくて、その現実的に、まあ、20を超えるところの2点の地点についての分かった。じゃあ文章には該当してないというわけね、あなたの説明は。そういうことですね。1から4の仕組みには該当してない、そういうことですね。了解しました。あなたたちはルールを守ってない、恣意的に運用していると、そういうふうに私は書いています。文書の、ご指摘の文書の、1から4の中の2番目にありますその現地本部、それから福島県関係市町村で協議していくというその過程の中で、今そういう話やその先ほど来説明しておりますが事情を考えて、じゃあここは指定は見送ろうかということがある。今そうなったということは、そういう、じゃあこういうことですか、福島市からそういう手順を入れてくれと、こういうお話があったということですか。手順というより、まあ、話し合いの中でその、こういう材料があるとか、これはこういう話し合いを解除する。ごめんなさい、福島市からじゃないということですか。県ですか、県知事からですか。誰と誰との話し合いですか。具体的に今私は、
直接そこで話したわけではないんで、それはその調整の結果としてそういうことだ。誰が言ったか分かんないけど、そこに基づいてるってどういうことなんですか。ただいずれにしてもですよ、いずれにしてもですよ、決めた結果は国が負うんでしょ、これ責任違いますか。現地本部長前で行われております。だからそんな本人に聞いてからそれを勘案して決めるなんてことはどこにも書いてないことをやった責任は国にあるんでしょって聞いてる。そうだ、本人のご意向を含めて、まあ、いろいろ先ほど来申し上げたような事情などを考えて、それで、指定をしたら、だその結論は結論の指定という行為についてはその現地本部長まで行うものでありますから、その指定をしたしないということについては、まあ、国が指定をしたしなかったということにはなります。だから国が責任を負うんでしょって聞いてるんですよ。そうでしょ。ですね、ちょっとここにはまり込みすぎてるような気がするんです。で、ちょっとこの問答、同じ問答が今繰り返されているので、これについてはですね、私たちとしてはなぜ福島市だけ、住民に対して聞いてというような、指定の前にそういったプロセスが入ったのかということは大いに疑問に思ってですね、これについては書面で回答をいただくことにしたいと思います。で、何よりも重要なのは、すいません、ごめんなさい、お気持ちは分かるんですが、何よりも重要なのはやはりその子ども妊婦への影響なんです。で、先ほど来皆さん安全が安全がっておっしゃっているんですが、私たちはちょっとこの50センチメートル高で 5.4 マイクロが出ているお家を指定しなかった。そして渡りでは162箇所も50センチメートル高で2マイクロシーベルト超えをしていると、この状況は安全側だとは全然思っていないんですよ。で、一体この中にどの家庭に子供が住んでいるかもきっと今即答はいただけませんよね。で、ですからその私たちとしてはその詳細調査も重要です、除染も重要です。ただその間、時間がかかる間だけでも子ども妊婦については避難の措置というのをしていただきたい。これが今日の一番の質問に、これについてはお答えいただけませんでしょうか。お願いします。先ほど来同じ説明をしてまいりましたけれども、まあ、この特定避難対象地点の設定についてはですね、我々もちゃんとしっかりと調査をして、その結果を踏まえて地元自治体さんと相談した結果でございますので、まあ、この結果に従ってですね、我々の方、まあ、今ホドラインチャイバーが言っているように、まずは除染を優先してやっていくといったことでですね、なんでそういう結果になるんだよ。6月16日の文章で言うと、括弧3番に特に妊婦や子供の家庭等の避難を促していただけるよう自治体で相談していくといったような項目も、あります、その具体的にその子どもに妊婦について優先的にその人たちを保護者のから守りたいという気持ち、住民の皆さんの気持ちというのは皆さんにも伝わっていると思うんですけども、具体的に例えば50センチで 5.4 マイクロが出るような、あるいは、6000世帯のうち600世帯を測って、その中でももう162世帯ですね、50センチメートル高で2.0 っていうですね、まあ南相馬地区の基準を超えているような事態がこう広がっている状態のもとで、具体的にやはり子ども妊婦をどうやって守っていくかというところでは具体的な措置がもう必要なんじゃないですか。これはもう作詞定規に、こういう手順で決めたんだからもう何もしないっていうふうには済まされない、実態、この厚生料の実態からしてそうなんじゃないですか。それについては検討の余地はないんですか。我々ですね、そういった地元自治体と当然妊婦や子どもに対する配慮といったものをしっかりと検討した結果、今の結果になっております。具体的にどんな検、いつどんな検討したかを言ってください。自治体知らない、いつですか。どことやりました。で、福島市は何と言いましたか。福島県は何と言ったんですか。ですからその避難勧奨地点に設定するかどうかという時の考え方は6月16日のペーパーにあるわけで、で、それに地点だったわけであります。で、南相馬との、その、
較というものをされるわけでございますけれども、子どもさん、また妊婦さんのいるその家庭では、への この配慮ということについては、この先ほどのこの 3.0 を超える地点、そこの近傍とかにある場合には、この子どもさんがいるかどうか、こういうことも、考えて、いくべきだと、こういうことでありまして。ですね、近所さんの子ども妊婦への配慮について検討した上で決めたんですっておっしゃったんですが、検討の結果どういう配慮をすることになったんでしょうか。私なので詳細の説明はちょっとできませんけれども、当然この議論を現地対策本部と地元自治体ともやる間では考慮に入れてやっております。いつやられたのか、それからどういう議論がされたのか、これは住民の皆さんに説明する義務があるんじゃないですか。今説明してください。ですからその配慮、ここで言ってるこの文書でも言ってるこの配慮というのは、先ほど申し上げたように、この20を超える恐れのある地点だけじゃなくて、それ以外にも自治体と相談したって言うからね、どういう相談をしたんですかと聞いてるんですか。だからその地点を設定することについては地元自治体とも相談して、子どもや妊婦に対する対応についてです。ですからその対応、妊婦さんのいる家、子どもさんのいる家、そういうところを対象にすることになるのかどうか、こういう設定をするのかどうかということについて自治体の方々と相談をしたその結果、子ども妊婦のいる家庭でも 5.4 でも2マイクロ超えでも指定しないでいいというふうに福島市が言ったんですか。そういうことになると今の説明だと福島市ですか、県ですか。すごく大事なことなんです。これ我々また候補者選挙のところに戻んなきゃいけないから。ちょっと重要なことだと思うので答えてください。どういうふうに子ども配慮について、子ども妊婦の配慮について今回の決定に反映させたのかということについてお聞きしています。今回の決定、この決定というか地点の20ミリを超える恐れのあるところが2つあるわけですが、でそこの近傍で指定をしなければいけないようなところもなさそうだ、こういうことです。でその判断、その検討の中では子どもさん、妊婦さんの観点からもですね、その家としてこの指定をするのかどうか、こういう検討をしたということでございます。ごめんなさい、子どもが、子どもや妊婦がいる家庭も指定するかどうか検討したんですね。今最後に言われたらそういうことだったよね。ですからその指定をまず2つあるわけですが、それ以外のところで、その2つに近いから指定をする必要があるのかどうか、こういう、ことを考える機会があるわけですけれども、それは結論としては指定をしないということなんですけれども、その2つ以外のところでそのピックアップをするのかどうかというのは、その子どもさんがいるだろうか、また妊婦さんがその家にいるだろうか、そういうことを検討するわけです。それがつまり配慮ということであります。で、その結果いたんですか、いないんですか。検討対象になったと。先ほど来申し上げて、この2つの地点が端に位置するというのは、その近傍性、非合性というか、その2つのところが生活圏としてよくそこに行くというようなこともありませんので、その2つの地点の周り結果なかったってことですか。子ども妊婦についての配慮を検討すべきものがなかったと、だから検討しなかったと、こういうことですか。検討しなかったというか、検討する機会がプロセスになっているわけですが、そういう地点該当する子どもや妊婦がいたのかいないのか聞いてるんですよ。検討を要すると該当する子どもや妊婦がいたのかいないのかってことなんですよ。はっきり答えてくれよ。事実を言えばいいんだよ。したがって、まだこれ設定、特定避難か、いや、違います、すみません。
当然この意思決定をするにあたって、しっかりと子どもさんや妊婦さんの言うところを、しっかりと我々も把握した上でこの意思決定を行ったということであります。ごめんなさい、その決定の際にですね、この 5.4 マイクロとか、あるいは50センチメートル、我々がまず基準として持っているのは、先ほど来言っているように1メートル20ミリシーベルトのところでありますので、それがまずは我々が指定する基準になります。その50センチメートル高で2マイクロを162世帯っていうのは、それはですか、基準ではありません。はい、それは近傍特定避難干渉地点を指定した地点があって、でその近傍を配慮する必要があるかといったような時に、南相馬で一つ使われた考慮する要件の一つだったということでありまして、それが指定する国としての基準ではありません。であればですね、こういうことですか。福島市の場合だったら 3.1 マイクロシーベルト以上が20ミリシーベルトを超えると推定される場所だと、こうなってるわけですけども、これに該当する ところがなければ一切指定するべき対象がないということになりますよね、今の話だと。その2地点があったからその近傍も検討したけれども、もしその2地点がなかったらば検討すらそもそもしなかったということになりますよね。違いますか。そうでしょ。だとすると子供だって大人と同じように20まではいいんだって話なんですよ。でしょ。違いますか。これでいいんですか、安全委員会。これでいいんですか。大人が20ミリシーベルトに達すると思われるところがなければ子供もそのまんまでいいんだと、一切子供について検討しないんだと、これでいいんですか。安全委員会、はい、ごめん、はい、お願いします。安全委員会としては前から申し上げてます通り、子供や妊婦の患者の高さというのは十分に考慮すべきだと思います。あれば今の話おかしいじゃないですか、金城さん。そもそもが 3.1 超えてがなければその近傍すら検討しないんだ、これおかしいじゃないですか。初めから子どもや妊婦について南相馬や伊達市のように基準を設けて調査検討すべきじゃないですか。やり直しですよこれ。同じ説明になってしまいますけれども、この特定避難干渉地点と指定する際 の基準は、我々は先ほど来申しましているように、1メートルで の年間積算線量の20ミリシーベルト、それが基準になるとは、だから、それだと子どもや妊婦を考慮したことにならないって言ってるんですよ。子どもや妊婦はどう考えてんだよ。それだとならないんだよ。原子力安全委員会の、原子力安全委員会の方もね、子ども、妊婦や子ども考えてるとおっしゃいましたけども、1メートルで測ってどうなるの？子どもって何センチだと思ってんの？なんで20ミリシーベルトって1メートルなんだよ。おかしいだろ、それは。全然妊婦や子どものことは考えてない。調査からやり直すしかないよ、これ、瀬山さん。大人というか一般の基準を超えた近傍でなければ子ども妊婦 の基準なり配慮はしないというのは子ども妊婦を配慮したことにならないというのはいいですよね。南相馬ではそれで救われる方がいっぱいいらしたわけです。で渡りではなぜこの162世帯の人が見捨てられることになるんですか。安全委員会は世の中の子どもの妊婦は配慮すべきだ、考慮すべきだ、考慮してください。それについてご検討いただけますか。いや、私ども申し上げるのは今の現在の我々の運用としてはそこはそういう特定のところを指定してそこは間の人、周りの人などをなるべく広くというときにそういうお子様や妊娠されている方のことを配慮して決めていくような形にしています。でも渡りで162世帯でこういう値が出ているということは確かなわけですよね。じゃあその配慮なさったって言いますが、この世帯のうち子ども妊婦がいる世帯は何世帯かと今お尋ねしても答えられませんよね。ありますか、そういうデータ。ですから私たちは子ども妊婦について配慮していないんじゃないか、配慮していないだろうと言っているわけです。で先ほど安全委員会の橋本さんが子ども妊婦は明らかに感受性が高いので配慮が必要だとおっしゃったわけですよね。
ですからこう日本政府内でなんかあの足並み乱れてるじゃないですか。なんでそんな頑固に1メートル高で 3.0 マイクロシーベルト20ミリっておっしゃるんですか。50センチメートル高、非常にこう重要な指標だと思いますよ。だからこそ調査されたわけですよね。でこんな深刻な結果が出ているわけですよ。ぜひこれはきちんとこの世帯のうち何世帯が子どもさんがいて妊婦さんがいて指定されるべきなのかっていうのは考えてしかるべきなんじゃないでしょうか。うちそのうちの1世帯なんだけどガラスバッジ配られただけですよ。それも任意ねなんですけど、だから全然侵食されたっていう気にならない全く。で制度の趣旨ってさっきおっしゃったから、制度の趣旨から言ったら20ミリで、まあ、このそもそものこの趣旨自体がね、特定避難勧奨地点ということ自体がやっぱりその人間に対する配慮でしょ。制度の趣旨を大まかに言えば、で妊婦や子供に対しては感受性が強いと。で制度の趣旨から、先ほどおっしゃった制度の趣旨から言ったらよ、制度趣旨でだって侵食するって言ってんだから幅があるって、刑法と違ってね、後期の制度趣旨から言ったらば妊婦子供については勘案をいたしますとおっしゃった。だったらば趣旨から言ったらやっぱりうちの子らだってね、福島市の子供たちだって侵食してくださいよ。なぜそこで勘案にねダメだっておっしゃるのか。それでもしね、市や県が堅くなにそれを拒んでるというのであれば我々も考えなきゃいけないんですよ。市の問題、県の問題、住民の問題になってくるから。はい、今ここで回答を迫るのは非常に難しいと思いますし、すでに時間が45分も経過しております。で、本当にこれは深刻な問題で今皆さん必死になって申し上げてるんです。子ども妊婦基準、そして、除染の間だけでもこの避難をさせてくださいと、そのための予算措置をしてくださいというのは皆さん本当に切羽詰まった思いで来ています。ですから国としては国家の基準とかあるのかもしれないんですが、もう一度考え直してください。ぜひご検討をいただけないものかと思うんですが、いかがでしょうか、茶山課長。子供を守る真剣にお気持ちの方は、その数字を変えられるかどうかということはございますか。お前の気持ちを聞いてんだよ。ご検討いただけないものでしょうか。その、この50センチメートル高の南相馬市基準を牛島市でも適用する。そして、除染の間だけ、除染まだ目処が立っていないじゃないですか。その間だけでもその子どもさん、妊婦さんが避難できるような、そういった措置を検討していただけないものでしょうか。こちらにもこういった会議があって、それから続くものかと思いますけれども、その時も同じように申しましたけれども、こちらの方にいる質問とかをお寄せいただいて、手続きは取っていただければというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。そういう、ちょっと目に感想なことではない、ご検討いただけますよね。いかがでしょうか。今日はですね、私たちの要求として詳細調査をやり直してほしい、ここについてはご検討いただけるということでした。でそれからその日点の指定ですね、年間20ミリとに達すると思われる日点の指定についてのその決定プロセスが違うんじゃないか、でこれについても文書でお答えいただくことになっていたと思います。でそれからですね、子ども妊婦基準、南相馬市の基準をぜひ福島市でも適用していただきたい、 で、できない場合はその理由というか適用していただきたいという要請です。でそれから子ども妊婦がですね、除染で十分効果が出るまで避難するような措置を講じていただきたい、それについて国がきちんと費用予算措置をしていただきたいという、これは要請です。これについては最後に茶山課長がご検討いただけるというふうにおっしゃったと思います。この4点で皆さんよろしいでしょうか。そこは全部検討してもらわないと。そうだよ、はい、はい、VTR でも何でも見て全部検討して出してもらって、はい、で、それに加えて、それに加えてね、もう1点検討してほしいことがあるんです。要望書にもありますよ。
和太の人間、この間説明会やりました、あれ市の説明会なんです。で、見ていただいた VTR もあるけれど、これはもうこれ以上やってももう12時だと、中断してもう一回やれと町会長さん言ってましたよね。見てましたよね。見てたでしょ、ね、あれに対して市はね、女性の説明会やるからって言うんですよ。で、そこに国が同席するのかって言ったらわからないんですよね。で、それはいい、それはそれでいい、女性の話を聞きたいわけじゃない。東京電力もそうなんだけど、国も一度も渡りに来て説明してないんですよ。国主催の、国が来て説明する説明会を、まさに今茶山さんが言われた検討する考えるって言った結論の渡りで聞かせてください。この説明会を行ってください。これもまた今即断できなければ、今ここで即断できなければ検討してください。付け加えてください。はい、はい、ご検討いただけるということでよろしいですか。はい、ありがとうございました。じゃあ、私は福島の渡りから来ましたんですけども、今朝6時に起きて、7時にもご出発したわけですけども、国会議事堂を見学できたわけでも、衆議院議員、参議院議員のこの建物を見学室に来たわけでもないんです。いろいろ皆さんが心配事があって、皆さんに訴えるためにここに来たんですが、先ほど来私聞いておりますと、何一つとして回答らしい回答はなかったと、はなはだ残念に思っております。なぜ私たちが悪いこともしていないのに、こうして大騒ぎして、明日どうなんだ、今日どうなんだというような心配してるわけですよ。毎日のようにね、この放射能に侵されて、なぜ東電のここに社長がいて、そして謝罪するなり何なりして、私はこんな議論はね、ナンセンスだと思ってるんだ、実際。これはね、もう我々は避難しようが何しようが、すべて請求に応じて、東電側でも国でも、これはいかなる請求にも応じるというような態度を示してもらわないと、我々は納得がです。こういうのはね、さっきからいろんな議論しても、ナンセンス。こんな私はそう思って、怒りしいと。だから今日はね、私は変えなくてもいいから。何時になったらいいから結論出るまでに、この話が話したいと。こんなチームでいっぱい。渡りの方々、7時に渡りを出発して、非常にこう必死な思いで来たんです。で、私、会長さんが今おっしゃってるのを聞いて、本当に私自身もすごく苦しい思いになったんですが、こんなことを言わせちゃダメですよ、行政官たるもの、しっかりと受け止めて検討するから安心してくださいっていうふうに言ってください。どうだ、ぜひ会長さんにこんなことを言わせないようにですね、茶山さん、ちょっと一言でもいいのでお答えいただけませんでしょうか。あ、ちょっとすみません、前そのことに近い順に申し訳なく思います。だから、はい、いろいろ考えてみたいと思います。本当にいろいろ種々難しいところっていうのが、もちろん我々がここに来るまでにいろいろ考えております。いろんなことを考えてきているですから、その上で、なお考えたんですが、お互いその私たちも当然皆さんという気持ちは分かっておりますし、そういう気持ちでやっていきたいと思っております。我々は我々なりに最善を尽くします。お願いします。本当に